暴力容認したいや暴力はダメって最初に言ってるでしょ。僕はあの制度に大反対の人なんで、まあね、確かにね、何の意味があるのかなと思って。そうなもんで言っちゃえよ、言ったらなんか永久追放とかなっちゃうだから工事テキサスいたもんね。だってテキサス何年いたの？ 1年半です。1年半か。1年半。ボルチモアの2年半。ボルチモアでトレードか。トレード途中でだからテキサスにトレードされて1年半ですね。そうだ、テキサスの時ネルソン・クルーズと一緒だったわけ。クルーズ一緒ですよ。はい。俺がマイナーでやってた時にクルーズがトリプル A じゃん。ネルソン・クルーズいたのよ。あ、そうなんですか。いたの。だからネルソン・クルーズと一緒にやってて、あの甲高い声で。そう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 。あれがホームラン王になったでしょ。で、コーチとトレードになったクリス・デイビス。はい、あれダブル A からトリプル A に上がってきて、あれもホームランになった。マイナーでそう見てるのすごくね。誰かいや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 、ネルソン・クルーズもクリス・デイビスもだけど、まあメジャー全体やもん。いやどうよ、あの2人はなんかちょっと薬疑惑があるからね。そうね、クリス・デイビスはまあグレーのちょっと白ですけど、メソブルはもう完全にもう黒で判断されてるんで、一回出たもんね。はいはいはい、確かに黒で判断されたらもう永久追放ですよ、あんなの。本当はね、ずるいっすよ。そうか。個人やんなかったの薬。それって10キロ速くなるんだったらやってみたかったな。ドーピングやんなかった。やってないです、やってないです、純粋ですよ。やっても自分の体が蝕まれるだけだと思ってるから、なんかそうやって聞くよね。どうなんですかね。いや、副作用がなんちゃらとかね、髪の毛がなくなるとかね、やったことないから僕も分かんない。そうやって聞くけどね、急激に体でかくなるわけですから、その負担かかるでしょ。じゃあコージが見てて、こいつあれやってんちゃうかなって。結構いますよ。結構いるんだ。それは結構います。でもまあ一応ドーピング検査はしてるから、それで引っかかってないのかもしれない。まああのドーピング検査もアメリカも嘘っぽいですよね。なんか主力選手なかなか当たらないですよね。僕一回3日連続当たったことあるんですよ。で3日目にボストンの時にちょっとやっぱり成績ちょっと良かったとして、2013年良かったじゃないですか。多分疑いかけてきたんでしょうね。急激にそんな成績が良くなって、それで3日連続、初日も白、次も白、これも白、3日連続来たから、3日目にはさすがに僕言うたったんですよ。いい加減にしてくれ、こんなん出てんねんから使ってへんっつって、ほんなら次の日から俺外れたっす。それで外れるぐらいだから、結構言ったら外してくれる可能性高いですね。いや、そうだね。だって毎回毎回試合終わって、おしっこして。だって俺ね、ジャイアンツ時代に1回そのドーピングがその検査の時に、俺当たったことあるの、村田善ちゃんとトイレに行くじゃん。登板してるから出ないのよ。登板した日出なくね。登板した日ね、おしっこ出にくいのすっげえ、アドレナリンのせいなのか、終わった後でじゃあはいドーピングのあれやりますってトイレに行って、ごめん出なまあまあ時間かかる。ホーム球場だったらまだいいんですよ。ビジターでそれ当たると結構大変です。メジャーの時の終わるまで帰れないから、みんな先バスで帰ってブロンと残される。まあ一応でもビールとかはあるんで球場に、だからもうそういうの飲んでおしっこ出るようにして、でタクシーで帰る。終わったら。ホームやったらね、自分の車があるから、もう別に何分経ってもいいやっていう感じですけど、ビジターで当たったら最悪です。置いていかれるんだ。あと国際大会で当たるのも最悪です。ああ、そっか。当時 WBC とかオリンピックとかアマチュアのか、あれ由伸と1回、あ、オリンピックの時だ、由伸と2人で当たったんですよ、オリンピック。僕ら生年月日一緒じゃないですか。ああ、そうかそうか、はいはい。なんかわけだからその生年月日が一緒っていうだけでなんで疑われてるんですよ。意味わかんないでしょ。わからんわからん、何それ。生年月日一緒っていうだけでなんか疑われて、すげえ待たされた記憶があって。あれそう、オリンピックでシドニーだけど、僕らはアテネと北京ですね。北京か。吉野ごと行ったのは多分北京ですね。アテネは多分行って吉野行ってないんじゃないかな。同じ生年月日で訴えられるって面白いね。やられる。うん、あれどっちやったっけな、吉野と言ったらアテネか。アテネだな。アテネたちが各球団2人ずつのやつだったから、あれ落合さんが出す出さないで。ああ、中日での年。かな。はい。多分あれアテネですね。そうだそうだ。じゃあオリンピックでしょ、コジは大学の時もジャパンとかでしょ、で、ジャイアンツオリンピック、メジャーは WBC とでしょ、実際さ、俺、そういうの経験したことがないから分かんないんだけど、日の丸どうよ、どう？いや、日の丸ってさ、みんなさ、もうあのプレッシャーは半端ないからっつって、結構、アマチュアの時は全然そんなプレッシャーなんもなかったです。別に注目されてるとも思ってなかったし、学生だったら行くわけじゃないですか。ただで海外行けるんですよ。それが嬉しくて。そういう感じなんだよ。だからヨーロッパとかただで行けるんですよ。だって僕試合ほぼヨーロッパだったんで、そんな嬉しいことないじゃん。いやそれはないよ。スペインとか。行って試合って何試合ぐらいだ？予選ででも6試合ぐらいして決勝ラウンドですから、10試合弱ぐらいしましたよね。2週間ぐらい滞在。はい。その間休みあるの？ありますよ。休みになるんですね。みんなで観光とか。あ、やっぱそうなんだ。それはいいね。それは楽しい。まあそれアマチュアはね、ちょっと楽しんでいい。プレッシャーはあんまりなかったですよね。プロ入ってから、それこそアテネですよね。まずオリンピックの。アマチュアなしの初めてのプロだけの日の丸の大会だったんで、さすがにそこはプレッシャーありました。だから杉浦さんに僕電話して、アマチュアの日本攻めだったらアマチュアのそういう最高の舞台を奪ってすいませんってことを電話しました。謝罪の電話を。いやいや、それはだってまあ確かにね、オリンピックは今までね、確かにアマチュア中心だったからね、アマチュアの人の最高の目標とする場所を奪ったわけですから。そうだ、すいません、そこで杉浦さんは、でも頑張ってやってくれて、まあでもちょっと金メダルは取れなかったですよね。あの時はなんかプレッシャーありましたね。だってさ、プレッシャーがかかる場面で、じゃあこれちょっとね、YouTube 的な話だけど、コージは YouTube 的なって YouTube 撮ってるわけでしょ。いや、まあそうですよね。ずっと YouTube 撮ってるわけでしょ。俺の質問的な感じで、子供たちが見てるから、これ今コージの話なんですけど、その中でプレッシャーがかかる場面で緊張してストライクが入りませんとか、なんかそういう子たちがやっぱりいるらしい。まあ練習しかないよねっていう話は俺もできるけど、まあ世界を一を知ってる上原浩二がどういうことを喋ってくれるのか。プレッシャーの中でプレッシャーを力に変える。まあ一番、はい、みんなちゃんと聞いてね。はい。でまずは経験ですよね。経験を積めばそういうプレッシャーみたいなのがどんどん減っていくと思う。あともう一個は、経験はねこれからなんで、一番実践しやすい思えることは、抑えれば目立つぞ、自分が目立つぞ、それを想像してみっていう。なるほど、そこですね。自分が抑えたら周りから「お前すげえな」って言ったら、それめっちゃ気持ちいいわけじゃないですか。確かにね。それを想像してみって、まあ頑張れるでしょって。いや、マイナスは絶対想像したらダメです。マイナスはダメ。入らんかったらどうしようとか、打たれたらどうしようっていう、そういう考えは絶対したらダメです。だから前の日にそのベッド入った時に抑えたのがすげえ注目されるような、にやけながら寝るのが一番いいです。聞きましたか、今子供たち。そうらしいです。それが一番簡単な方法ですよ。どちらかというと俺も左投げじゃん。だから基本的にはピッチャーが一番目立つから、目立つの好きだからっていう、そういう考えは当然あったんですね。その中で上原コーチは抑えれば目立つわけじゃないですかみたいなね。それがだからそう捉えいうことが大事だということだね。入らないとかどうしようとかそういうのは考えない方がいいし、そこからどんどんテンション下がると思うんで、だからテンション上げる方に考えた方がいいと思います。そうやっぱりね、自信のない選手たちっていうのはそういったところでは確かにネガティブなね、顔にも出ますしね、顔とか行動動作に出ますから、それはね、やめたほうがいい。これ子供たちにもちょっと参考にしてほしいなと思いますね。じゃあ次はワールドシリーズの、一応なんか台本みたいなのあるんですか？台本あるんだけど、まあ台本また後でいらないよ、こんな台本またやるから、企画もあるからちゃんとやるから。何企画？遅いじゃん。遅かったじゃん。スピードみたいなもんや。でもナックルちゃうからね。